競馬、地方競馬探検隊。地方競馬の情報発信基地、クリック地方競馬、地方競馬探検隊、ナビゲーターの浅野康典です。先週水曜日の TCK ディスタフでグランダムジャパン5馬シーズンが終了しまして、続く木曜日にはグランダムジャパン2歳シーズン第2戦となりますエーデルワイス賞が行われました。未来優秀のシリーズも始まっていますし、本当に見るべきレースがたくさんあって困ってしまうというところなんですけれども、気がついてみれば JBC まであと少しなんですよね。本当に盛りだくさんで、この秋見ているだけでも本当にワクワクという、そんな感じがありますよね。気温はどんどん低くなっていく、そんな時期なんですけれども、気持ちは熱いままでいられそうな、そんな秋になりそうです。さあ、それではこのコーナーから参りましょう。クリック先週の重賞ウィーナー。まずは重賞レースの勝ち馬一覧をご覧いただきましょう。先週はご覧のレースが行われました。それではウィーナーをご紹介していきましょう。1馬身から2馬身がある。まずは18日月曜日に盛岡競馬場で行われた若駒賞。勝ったのは圧倒的な1番人気に支持されたベストマイヒーロー。スタートから先手を奪うとスピードの違いを見せつけ、最後は後続に7馬身以上の差をつける圧勝。デビュー4戦目で重賞初勝利を挙げました。続いては19日火曜日に紋別競馬場で行われた地方全国交流の水穂賞。勝ったのは1番人気の風の皇帝。これで北海道へ移籍後4戦3勝。この勢いに乗って大一番へ挑みます。重賞制覇となりました風の皇帝です。エロージュに並んでくる2頭の20日水曜日、大井競馬場ではグランダムジャパン小馬シーズン最終戦の TCK ディスタフが行われました。レースは最後の直線で1番人気のハーミアが抜け出したところを2番人気のザッハーマインが外から並ぶ間もなくかわして優勝。今後の牝馬 GDR 戦線で注目の存在と言えそうです。重賞制覇4番のザッハーマインです。同じく20日、園田競馬場ではコウノトリ賞が行われました。勝ったのは断然の支持を集めたコスモハレルヤ。中段追走から早めに先頭へ立ち、最後は後続に7馬身以上の差をつける圧勝劇。兵庫移籍後4連勝で重賞初勝利を挙げました。 JRA から移籍後これで4戦4勝というグレリンが5位と足伸ばしました。次は22日金曜日に荒尾競馬場で行われた九州ジュニアグランプリ。最後の直線は2頭のマッチレースとなりましたが、その争いを制したのは佐賀の龍馬日本。デビューから3連勝での重賞初勝利となりました。九州ジュニアグランプリを制しました。続いて24日日曜日に帯広競馬場で行われた北見記念。レースはスタートから主導権を握った錦大臣がそのまま押し切って優勝。これで通算29勝目。重賞は万栄記念以来となる4勝目をマークしました。錦大臣、あの万栄記念以来の勝利になります。同じく24日盛岡競馬場で行われた小塚田賞。ファンの注目はロックハンドスターに集中。その期待に応える見事なレースぶりで6馬身差の完勝。重賞5勝目を挙げるとともに三冠制覇へ王手をかけました。まずは7つのレースをご覧いただきました。18日の月曜日に盛岡競馬場では未来優秀のシリーズスタートとなる若駒賞が行われました。昨年はロックハンドスターが勝利したこのレース、今年の優勝馬はそのロックハンドスターと同じ瀬戸光一厩舎に所属するベストマイヒーローでした。今年の5月に札幌競馬場で行われたトレーニングセールで取引されたベストマイヒーロー、その素質がどこまで伸びていくのか楽しみな存在と言えそうです。そして20日の水曜日には大井競馬場で TCK ディスタフが行われました。グランダムジャパン小馬シーズン最終戦となるこの一戦、勝ったのはザッハーマインで2着はハーミア。ともにグランダムジャパン小馬シーズンには初出走となった2頭でした。ザッハーマインはアメリカのセリーチで取引された馬ですし、ダート競馬への適性はかなり高いものがありますね。南関東の牝馬戦線にまた新たなスターが1頭加わったということになりました。そしてグランダムジャパン小馬シーズン最終戦ということで、その結果も出ましたね。
1位は27ポイントで兵庫のキーポケット。笠松のエレーヌとポイント数では並びましたが、同点の場合は最終戦の着順が上の方が上位になるという規定によりまして、キーポケットが小馬シーズン優勝ということになりました。そして3位は24ポイントで笠松の東北美人が続きました。いろいろと取材してみますと、このシリーズ来年以降を狙っていこうというそんな陣営結構見受けられましたね。このシリーズが地方競馬全体を盛り上げる、そんなシリーズになって成長してくれることを期待したいところです。さあ、そして22日の金曜日、荒尾競馬場では九州ジュニアグランプリが行われました。未来優秀の第2戦目ということになりますね。佐賀から3頭の遠征馬を交えて行われまして、そのうちの2頭でのワンツーフィニッシュとなりました。勝ったのはデビュー2連勝でこのレースに臨んだ龍馬日本。かなりのハイペースだったとはいえ、追い上げる時の足は見事でしたね。九州地区2歳の頂点に立った龍馬日本、この先の成長も楽しみです。そして24日の日曜日、盛岡競馬場では小塚田賞が行われました。勝ったのは岩手の王者ロックハンドスターでしたね。11月22日に水沢競馬場で行われる地方全国交流ダービーグランプリでは迎え撃つ立場となりますが、その舞台でも大いに期待できそうな、そんなすごい勝ちっぷりでありました。以上、先週の重賞ウィナーでした。プレイバック GDR、今回は21日の木曜日に紋別競馬場で行われました G3 エーデルワイス賞をプレイバックします。出走馬はご覧の16頭、人気はクラーベセクレタ、マニエリズムと地元馬が上位。その後 JRA の八坂シャイニーが続きました。疲れて収まります。16頭体制完了、スタートしました。ほぼ揃った飛び出し、スニーク後ろからです。さあ、先行争い、まずは祭り林出てまいります。真ん中からリアライズの夢、内の方からは土佐水木、さらにインコースからウッドシップ上がっていきました。その後はインコースから3番のモルフェソングエル、真ん中を通ってはデスティニーホープが上がっていく。さらに真ん中マニエリスムです。外を通りましてスーッと15番のパラダイスハルカが行きました。さらには11番のバリルソワール、その後になりますが6番の土佐の女王行きました。その外をついて9番、逃げたのは JRA のウッドシップ、2番手は北海道の土佐水木、その後ろから JRA のリアライズの夢、北海道の祭り林、フロレアルなどが追走。人気各馬は中段から後方につけ、4コーナーから直線へと向かいます。2番のウッドシップ、2番のウッドシップが先頭です。そして外からスーッと上がってくる13番のリアライズの夢、さらに3番、5番の土佐水木、4頭広がっています。さらに外から14番の祭り林、さあ4頭広がった。さあ今度は13番のリアライズの夢か、リアライズの夢、リアライズの夢、外14番の祭り林で200を通過。その後はインコースから2番のウッドシップ、あとは5番の土佐水木、後方からは3番のモルフェソンゲール、しかし抜けたのはリアライズの夢だ、リアライズの夢、14番祭り林が2番手、リアライズの夢です、ゴーリン、リアライズの夢です。7番人気 JRA のリアライズの夢がレコードで重賞初勝利。2着は4番人気北海道の祭り林、そして3着には11番人気北海道のフロレアルが入りました。やや重の馬場コンディションということもありまして、この日は早めの時計の決着が続いていたんですけれども、それにしてもリアライズの夢、レコード勝ちでの圧勝ですから素晴らしい内容でしたね。リアライズの夢は同じ厩舎のもう1頭と一緒に1週間ほど前から紋別競馬場に入厩していたとのことなんですよね。その効果かパドックでは実にいい雰囲気で周回をしていました。そして2着は地元北海道の祭り林、この馬ちょっと後ろ足が遅れて出てくるようなそんな歩様をするんですけれども、これはいつものことということなんですよね。そのあたりを次の舞台に出てきた時に参考にしていただければと思います。以上、プレイバック GDR でした。ではここでお知らせをご覧ください。さまざまな思いを託されていく道、たくましく成長していく姿はあらゆる努力に応えた証。王者を決する熱い一日、 JBC 11月3日船橋競馬場。目指せ全国制覇、競馬場へゴー。
船橋競馬場での競馬場へゴーの続編なんですけれども、まあスタートから大遅刻、そして4連敗ですからね。このあとね、このまんまの展開で終わってしまったらどうなるかというところなんですけれどもね、ちった見せ場を作っていただけるものと信じたいところなんですけれども、私現時点ではこのあとどうなってるのかわからないんですよね、皆さんご一緒にいい結果が見られることを祈りましょう。それでは VTR GO! 競馬場へ GO! 船橋競馬場編後半です、ね、JBC、JBC、JBC 祭りですよ。私ね、前半見せ場がなかったんで、後半心機一転頑張りたいと思いますんで、皆さん応援よろしくお願いします。さあ、います。遅刻した上に4連敗ですからね。後半戦はビシッといいところを見せてね。六角、はい、こっからから枠連総流しです。枠連総流し人気ないです。六角どうしてまたこれミスター足長おじさんに乗り換わって大好きでしょ。あと森ジョッキー今日乗れてるんですわ。この六枠のジョッキー買いですわ。攻略作戦では本当に馬8、9、ジョッキー2、1って言われてましたけど、僕の中ではその 2、1 をいつも重要視してますんで。枠服を買うと言っていた吉井くんですが、購入したのは6枠2頭からの馬服総流しでした。このレース荒れる匂いがプンプンします。後半戦バシッと当ててですね、 JBC につなげたいと思います。さあ後半戦はいいスタートが切れるでしょうか。スタート1番のクロスデジタル、外を通っては7番のレインボールシファー、3番手集団の一線から9番のコアレスフラッシュ、内をついてエリカ、間から友のリンカーン200を切りました。先頭1番のクロスデジタルは突き放しました。2番手以下は一気に混戦になって、外から追い込んでくるのは3番のニューオーダー、最後方から2番手で上がってきたが、先頭完全に1番のクロスデジタル圧勝。1番だけね。6枠の2頭は3着と8着、狙いは悪くなかったんだけどね。次のレースに期待しましょう。10レースは8番軸の裏表馬単で強弱つけて勝てました。8番ケイタジョッキーやると思います。50キロで乗ってきてるわけですからね。ここもうケイタジョッキー来てくれ、ケイタケイタと叫んで後でお礼を言いに行きたいと思います。吉井くんの祈りは果たして通じるのでしょうか。先頭12番のクラフィンライデン、内には2番のダンツヘイローです。外から3番ローレルウェルシュ、2番手から前を伺ってきます。200の標識を迎えて、あとはマクロダファールは今4番手集団です。先頭は3番のローレルウェルシュ、2番手争いはどうか、内懸命に粘り込みを図るがクラフィンライデンですが、外からマクロダファールと7番のコアレスピューマ、先頭3番ローレルウェルシュ圧勝。ゴーイン、よっしゃ、4倍500円JBC スプリント前哨戦見事当てました。連敗を5でストップさせた吉井くん、トータル収支もプラス3150円まで挽回、さらなる収支アップを狙って最終レースに突入です。最終レース11番サガイジョッキー、軸を生まれ流しました。そんなに人気ないんで面白いです。ここでガツンとあって大幅プラス収支借りたいと思います。購入したのは3000円、ここまでの収支はプラス3150円。ということは帳尻合わせじゃないの。男らしくないわね。息を潜めて、このお調子者、うち食い下がった8番のカーリヒルズ、あとは間から突っ込んでくる5番のビッグバンオーレ、外からは3番のフサイチャデクタもやってくる、先頭は6番の天元棒か、天元棒ゴリン。ということでトータル収支はプラス150円、見事勝ち逃げに成功した吉井くんでした。結果はプラスですよ。
結果はプラスですけれどもね、どういうことかなという、そんな感じがしますよね。確かにプラスで終えるっていうのはすごい重要なことなんですよ、もう人生においてね。ただね、こういうカメラが回ってる時っていうのはそういうことしなくてもいいじゃないですか。そういうの普段の、ね、自分自身の生活でやっていただければいいと思うんですよね。150円プラスっていうのがね、ちょっとみみっちいというかね、最後ね転がすぐらいの勢いはなかったのかと、私はあえてここで苦言を申し上げたいと思います。さあ次はどこでちゃんとした大勝負やってくれるんでしょうか、焦らずに期待したいなというふうに思います。以上、目指せ全国制覇競馬場へ GO のコーナーでした。ではここでお知らせをご覧ください。競馬がネットで面白くなってきた。地方競馬といえば競馬 GO JP。 ジョッキーズボイスのコーナー、今回は北海道の岩橋裕二騎手です。岩橋騎手、もともとデビューしたところは佐賀競馬場なんですね。佐賀競馬場でデビューしまして、2年後の2003年からは北海道競馬に所属して騎乗を続けています。北海道競馬、まあ、馬の層は厚いのはもちろんなんですけれども、騎手の層も非常に厚いんですよね。その中で研鑽を積む27歳、時代のトップを狙う騎手、そのうちの一人です。さあどんな声なんでしょうか、ご覧いただきましょう。ジョッキーズボイス。中学校の時に、競馬を、中央競馬を見たのがきっかけです。その時どんな印象を持ちました、競馬に対して。いや、かっこいいなと思いましたね。一応ナイターをイメージして作ったんですよね、作ってもらったんですよね。はい。佐賀でデビューしたんですけど、やっぱ鮫島さんとか今日来てるあの山口さんとか影響を受けましたね。はい。できるだけ馬を集中させるように心がけてます。馬を集中させる。はい。あ、しないですね。はい。あの、好きなのは逃げですね。はい。得意なのは先行ですかね、うん、あ、気にならないですね。いや、多少でも気になりますね、やっぱり。やっぱり初めて重賞を取らせてもらったドリームチャッターですね。ライバルはいないん、あんまりそんなに意識してないんですけど、やっぱ去年の自分の勝ち星よりも一つでも多く勝てるようには心がけてますね。やっぱりスタートが上手で、あの、いい位置につけれる機種だと思いますね。はい。あの、すごく僕自身も折り合い難しくて、あんまり分かんないんですけど、多分馬の重心でバランスよく乗ってあげられてることだと思うんですよね、動かずに。はい。バランスだと思います。できるだけこう強くまた負担かけないように終えることですかね。いや、しないですね。ストレッチを多少するぐらいですかね。DVD 借りてきてみたり、まあ、寝てることが多いですね。ちなみにどんな DVD ですか？そうですね、昔やってたドラマとか見ますね。
夢ですかね。ぼーっとしてますよね。レースで勝って、こう引き返してきた時に救命員さんがこう笑って出迎えてくれてる時が最高ですね。夢を追い続けるものだと思います。パートナーですね。ずっと勉強し続けるものだと思います。少し寒くなってきたんですけど、紋別競馬場熱い競馬が繰り広げられてるんで、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。岩橋ジョッキーの思い出の馬というのがドリームチャッター、名前が出ていましたね。2005年にそのドリームチャッターで花月賞、ひまわり賞、ビューティフルドリーマーカップと重賞を3連勝したんですよね。この馬、これは忘れたくても絶対忘れられないですよね。しかしながらですね、このドリームチャッター、ひまわり賞は水沢、ビューティフルドリーマーカップは盛岡なんですよね。で、2008年に住居ジョイントで北上川大商店も勝っているんですよ。アウェーに強いジョッキーなのかなという、そんな感じもしないでもないんですけれどもね。ぜひ次は地元北海道紋別競馬場で重賞を勝っていただきたいなと、そういうふうに思います。以上、ジョッキーズボイスでした。ではここでお知らせをご覧ください。地方競馬トピックスのコーナー、まずは先週達成された大記録からご紹介しましょう。22日金曜日、荒尾の杉村和樹騎手が荒尾競馬第2レースを栗の夢をで勝ち、地方通算1000勝を達成。今年は地方競馬を代表してワールドスーパージョッキーズシリーズ参戦が決定。今後のさらなる飛躍に期待しましょう。23日土曜日、万栄の大口博史騎手が帯広競馬第10レースを金見選手で勝ち、地方通算1000勝。これは万栄競馬史上20人目、現役では9人目の快挙。なお重賞は4勝を挙げています。通算1000勝達成でやります。同じく23日、高知の中西達也騎手が高知競馬第11レースをパブリッシャーで勝ち、地方通算2000勝に到達。1987年に中津競馬場でデビュー。1997年以降は高知を中心に活躍。昨年はグランシングで高知の3冠を制しています。2000回目のミッションコンプリート。1000勝が2人、2000勝が1人と区切りの勝利、今週は多かったですね。しかしながら2000勝を挙げたジョッキー、今年随分多いんですよね。兵庫の木村武騎手、田中学騎手、愛知の岡部誠騎手、小島慎二騎手。そうなってくると来年行われる予定のゴールデンジョッキーカップ、どうなってしまうのかなと、また楽しみが一つ増えた、そんな感じもしますよね。来年を楽しみにしたいと思います。変わりまして、今週各地の競馬場で行われるファンサービスやイベントの情報です。川崎競馬場ではご覧の日程でファンサービスが実施されます。27日水曜日、園田競馬場ではグランダムジャパン小馬シーズンで総合優勝を果たしたキーポケットの優勝報告会が行われます。31日日曜日、金沢競馬場ではガラポン抽選会が行われます。
では最後に各地の重賞競争ラインナップをご覧いただきましょう。27日水曜日、川崎競馬場ではグランダムジャパン2歳シーズン第3戦ドーレル賞。28日木曜日、笠松競馬場では北陸東海近畿中国地区交流の岐阜金賞。同じく28日園田競馬場では未来優駿の兵庫若駒賞。29日金曜日、笠松競馬場では伝統の2歳戦ジュニアクラウン。同じく29日高知競馬場では近畿中国四国地区交流三冠最終戦の黒潮菊花賞。31日日曜日、帯広競馬場では三冠第2弾の万栄菊花賞。同じく31日福山競馬場では秋の牡馬ナンバーワン決定戦福山菊花賞が行われます。各地の熱戦にどうぞご期待ください。以上、地方競馬トピックスでした。11月3日の JBC まであとわずかですね。先週船橋競馬場では新しいウィーナーズサークルの完成披露式が行われまして、そして JBC に向けての路盤整備も完了しました。11月3日の船橋競馬場は入場無料ですからね。ぜひ船橋競馬場の入場者レコードである5万4810人を超えるくらいの人が集まってほしいなと思います。それでは次回もお楽しみに。地方競馬のことならクリック地方競馬に、レッツクリック。